キスしたい。キスしたい。キスしたい。はい。という感じで、こんにちは、浜田翔子です。今回はですね、キスしたい、キスしたくなるようなグロスタッチを紹介したいと思います。最近ですね、全然やっぱり1年前と比べて、また今年は全然色が、流行りが違うということで、もうね、昔の化粧品は昔の顔を作ってしまうということで、最近購入したリップ系を紹介できたらなと思っております。どうぞ。もうね、もうすぐバレンタインですよ。2月といえば、2月のイベントといえば、クリスマスから来てね、正月が来て、もうイベント尽くしですよ、冬は。もうこの時期に本当に彼氏がいなかったりすると、めちゃくちゃ私悲しい。クリスマスと誕生日が私正月なんで、どう？バレンタイン？ホワイトデー？続く？ここめっちゃ続く。ほんと辛い時期。ここをね、本当に、本当に悲しい時期っていつも思っちゃうんですけど、もう本当に冬眠時期になってしまうんですが、私が最近購入したリップ、もう人気のやつですね、を紹介します。どんどん紹介していかないとやばいですね。日が暮れてしまう。今つけてるやつは、アイドルの人がプロデュースしたリップになるんですけど、こちらの B アイドルっていう、これが私の可愛いのど真ん中、ツヤプルリップのほっとかないでレッド、ほっとかないでレッドみたいなやつなんですけど、こちら1400円で高保湿高発色ボリュームアップという1本で3役のツヤプルリップなんですけど、これをあのアイドルの人がプロデュースしてるからっていうので私ちょっと舐めてたんですよ。なんか結構ね、そういうプロデュース系のものっていいって思うというか、その人だからいいっていうイメージが強いんですけど、これつけた瞬間びっくりするんですよ。ちょっとほっとかないでレッド、ほっとかないでレッドですけど、私はもう赤にしたんですけど、ほっとかないでレッドにしたんですけどね、ほっとかないでっていう気持ちを込めてレッドにしてみたんですけど、ほんとリップみたいなんですよ、つけ方は。リップみたいなんですけど、このツヤツヤ感がもう大違いでグロスみたいなんですよ。それプラスなんかちょっとひんやりもするんで、口もボテってする。これすごい、本当にひんやりもしてボテっとしてツヤもあって、いつもだとこうリップクリームつけて口紅つけてグロスつけるんですよ。なんでほんと3回使う、3回ね、手間があるんですけど、この違うもので。これは3役全部使えちゃう。だからこんなにいろんな人が紹介してたんだって納得のアイドルさんプロデュースのグロスになります。こんな1本でね、おしゃれな顔になれるなんて最高のグロスじゃないですか。それもね、値段も1400円なんで、すごいそんな高いってわけでもないので、ね、百貨店とかでだとこれ2本買えちゃう値段、安い値段なので、ぜひね、こちらおすすめです。でこちらなんですけど、私がほっとかないでレッドにしたんですけど、妹からお借りしたんですけど、妹はですね、こちらのやきもちピンク、やきもちピンク、私もやきもちなんですけど、妹はやきもちピンクの色にしたんですよ。なんでちょっとやきもちピンクの色を借りたいと思います。ほんとさ、口紅ってめっちゃ持ってる人いるじゃないですか。200個ぐらいとか。自分は一人しかいないからさ、1日に大人リップの色も変えれないから、服によってとか、だからなかなかなくならなくてやばいですよね。で、私去年購入したリップとかを出してみたんですよ。そしたらもうその調べてみたら今年売ってなかったりするんですよ、それって。で、それを紹介しようと思ったらもう売ってなくて、それもなんですけど、このちょっともう番外編になるんですけど、この RMK のシリーズだと、このクレヨン系の色、これもね、色は売ってる、違う色だと売ってるんですけど、もうね、売ってないんですよ。で、クレヨンかって感じになっております。こんな感じの色になってます。こちらはどちらともね、ちょっと2つもね、もう売ってなかったりするので、なかなかね、本当にリップはね、買いすぎてもまた流行りが変わってくるから、本当にお気に入りのリップを探して、5色ぐらい持っといて回すのが一番かなって、結局同じのばっか使ったりすると思うんで。で、まあ楽しい。2個、200本ぐらい家にある人は楽しいのかな。あとですね、ジルスチャートで言ったら、このジルスチャートのこのピンクの、ドッピンクのやつはもう今ないんですよ。じゃあ名前が可愛くて、ストロベリーホイップルージュっていうね、
めちゃくちゃ、まあ、しょうこちゃんに合うんじゃないって言われたホイップなんですけど、このストロベリーホイップ、ストロベリーっていう多分名前で購入してくださったんですけど、こちらのグロスもね、なかったんです。パーフェイバリットリップグロスもね、本当にね、あるやつだけを今日は紹介します。次は今口取ったので、ちょっとね、一回リップクリームをつけようと思ったんですけど、このリップクリームも最高なんですよ。結構これ買ってよかったランキングに入ってたりもするぐらいめっちゃいいっていう人多かったんですけど、キールズのリップバームナンバーワンのペアになります。私はこれいただいたんですけど、これをつけてからめっちゃハマっちゃって、この香りも最高に好きで、でハマっちゃってもうずっとつけたくなるような感じですね。っていうか、結局キスするときってリップクリームだけで男子は困り、リップなんでグロスがつくって嫌じゃないですか。だから結局キスするだろうって日、私はリップクリームだけにしてるんで。でもリップクリームだけだと顔色悪いから、まあ最初の方はリップグロスをつけておいて、落ちたぐらいでチューするのが一番いいですね。っていう男子のことを考えたら、リップクリームだけが一番いいですね、本当は。けどね、色がついてないので、次はじゃあ焼きもちリップを、焼きもちピンクですね、焼きもちピンクをつけたいと思います。あー、お、こんな感じです。全然また違う。うん、さっきの私のほっとかないでレッドとはまた違って、焼きもちピンクはピンク感があって、なんかピンクだけど今っぽいピンクなので、なんかすごいドピンクって感じは今ちょっとね、流行り的に違うかなって。ちょっとほんとドピンクの、合う人は合うかもなんですけど、おばさんっぽく見えたりもするので、本当にもうやっぱ流行りのリップを使わないと、顔って、ね、ほんと化粧って大事だなって思います。で、私こんな感じです。焼きもちピンクの方がなんか使いやすいのかな。焼きもちピンクです。どうでしょう、可愛い色ですね。落とすの大変、リップって。いや、リップって今ティントが本当流行ってるから、そのティントって本当落ちにくいんですよ。これ1個紹介するのこれ大変ですね。はい、じゃあ続いてのリップなんですけど、こちらも妹にこう借りたんですけど、こちらの今流行りの、こちらの箱に入ってる感じのなんですが、ロム&のジューシーラスティングティントの番号は06番になります。で、妹はこれグロスっぽい方のティントの透明、なんかこれがすごい使えるって言ってます。1個だけ、あ、香りすごい変わってきた。あ、結構色つく。なんかもっと透明かと思ってたんですよ。え、これめっちゃいい。こんな感じのティントになります。うわ、色すごいつく、可愛いですねこれ色。ちょっと出してみようかな、こっちに。どんな感じか、こういう感じの色になります。見えるかな。なのですごい上品な色してますね。これもなんか今っぽい色ですね。やっぱ今っぽいな、ほんと。変えてない方は本当に今っぽいのに、こういう変えた方が、検討した方がいいと思います。プラダなんでこれも安いですね。はい、じゃあ続いてですね、私の購入したロム&のこちらのゼロベルベットティント10のフェバー、心地よい。こちらですね、チャイボーグの方で紹介した方になるんですけど、さっきのこの妹が購入したのとまたちょっとね違うんですよ。こっちが透明風、でも透明って言っても結構色つきましたけど、こっちが本当にマット系の色になります。それもすごいいいですよ。もうね、一瞬でつくので、これ下につけといて、濃すぎもあれなんで、なんかちょっとぼかすぐらいも可愛いのかなって思ったんですけど、はい、こういう感じのチャイボーグメイクの時にも紹介したグロスになります。結構な赤で、ほんとマットな感じなので、さっきはツヤっぽかったんですけど、こちらの方のティントは本当にマットっぽくて、ベルベットマットですね、こちら。こんな感じで、どれがいいかな。やっぱね、名前可愛かったな、さっきのあかりんさんのプロデュースのやつより。こっちのロム&はほんと韓国のやつだからか、ほんと落ちが本当に落ちない。だからご飯とか行く時には最高かも、落ちなくて。 B アイドルの方は結構なんかグロス感があるので、口というかコップとかにつきやすいですね。うん、でもなんかどっちも良さがあるな。だから2人ともこういう感じで購入したんですよね。妹がこっちのタイプ2つを購入して、うちのさっきの、まあ、箱だとこういう感じなんですけど、これ私はこれとこれですね。でレッドっぽいのとちょっとベルベット風のと購入しました。どっちもなんか日によって変えるのすごくいいなって思ったんで。次はよくプラザにまた売ってますオペラ系のやつです。オペラのこれちょっと前に買ったのなんですけど、今細いタイプも売ってるんですけど、なんでこれも妹気になってたんですけど、細身の方、これはちょっと前なんで太めなんですけど、こちらがオペラのコーラルピンクですね。コーラルピンク流行りましたね。うわ、これすごいトロトロで本当いいですね。これそう、ちょっとコーラルピンク、こんな感じのトロトロです。本当にオペラはグロスを使ってるようなトロトロさ。そしてこちらちょっと
と最近ピンクレッドですね。こういう感じでコーラルピンクで、こっちがピンクレッドになります。じゃあまずはコーラルピンクから使います。うるうるになるので結構折れやすいかもです。折れやすいし伸びやすいし、これ鏡見ずでも結構綺麗に。それも今細いタイプが出たから、細いタイプだと最高かも。これちょっと太いんで結構はみ出ちゃうんですよ。でね、コーラルピンクはこんな感じです。結構塗ってこういう感じの色になります。嫌味のない色ですね。では次はピンクレッドを塗ってみたいと思います。はい、私の、そう、私そういえばちょっと言うの忘れてたんですけど、ブルベなんですよ、肌が。なのでブルベはこうレッド系がやっぱ合うというか、ピンクレッドの方が合うのかなという感じで、ハキッとする顔に。あと今髪の毛も黒髪なんで、結構ピンクレッド系の方が肌なじみはいいという、シャキッとする感じを与えてくれる感じはしますね。あ、これまた使いたくなった、久々に使ったら。ちょっと私、オペラ最近使ってなかったんですよ。なんですけど、オペラもやっぱ安定にいいですね。結構ね、これは夏に使ってましたね。結構うるうるになるので。はい、オペラの2つを紹介しました。じゃあ続いてはですね、ちょっともうずーっと結構前から流行ってる、婚活リップを紹介したいと思います。婚活リップはですね、エスティローダのピュアカラー01番になるんですけど、もうこれね、もうほぼないんですよ、私。婚活リップも3個ぐらいもらったんですけど。これやっぱ口紅って感じですね。こちらです。婚活リップになります。婚活リップは本当に誰にでも嫌味がないようなリップになってるので、なんか親の方、両親に挨拶に行ったりするときはこういう本当にグロスでテカテカとかじゃなくて、ちょっとベージュっぽくもありつつ、まあ薄いピンクの嫌味のない感じの婚活リップになっております。これはたまに使います。婚活の時に使います。私もう今日なんかティッシュとばっかキスしてんだけど、撮るのが大変ですね。だからすごいと思う、あのいろんなリップを紹介してる人、多分リップ専用の本当はああいうクレンジングとか買わなきゃかも。じゃあ続いては、本当はね、私このエスティローダの03っていうピュアカラーも持ってるんですけど、こっちはちょっとピンクベルベット感あるので、また今っぽいかもですね。ちょっとこれもつけてみよう。久々にいろいろつけるのいいと思います。なんか、あ、これまた今っぽいっていうのとか、百貨店のはやっぱり安定ですね。あ、これは青白い肌の人にはすごいいいかもです。こんな感じで、エスティローダはこうやって証拠って掘られたりできるので、今まで私プレゼントでしかもらったことないんですけど、全員こうやって証拠って掘ってくださってますね。証拠の綴りが人によって、ショー、ユーが入ったりとか、いう人もいるんですけど、ありがたいです。はい。はい、では続いてですね、オンリーミネラルのグロスになるんですけど、オンリーミネラルのミネラルカラーセラムガーネットになります。本当は口紅塗ってから塗るのもありかなと思うんですけど、オンリーミネラルの口紅があって、こちらのブリックレッドになるんですけど、ブリックレッドはこんな感じのちょっとオレンジっぽいレッドですね。ブリックレッド、こっくりした、こっくりというか色がすごい。はい、こんな感じでブリックレッドを塗りました。その上にこのガーネットっていうグロスをここに塗るといいらしいので、ちょっとね、オンリーミネラルは匂いがちょっとなんか不思議な匂いがするんですけど、なんかナチュラルな化粧品なのかなっていうのはいいし、発色もいいですし、プラザにも売ってるのでぜひねチェックしてみてください。こんな感じのグロスとリップになります。男の人が見てたら全然あんま変わらへんやんって思うのかな。やっぱ今日これやってる時間の方が長い気がする。ではですね、またもう一つ、妹と一緒の種類のものがもう一つあったので、ジバンシーの、こちらもジバンシーもね、あの期間によってこうやって掘ってもらえて、ショーコってまた掘ってあるんですけど、こちらの私はリップバームルージュパーフェクト03を紹介します。こちらもこういう感じで透明っぽいけどピンクのラメで、これどんどん色がついてくるんですよ。最初つけた時あんまり感じないんですけど、どんどん温度によって色が変わってくるんです。で、私ジバンシーのこの一番細さがもう今までで一番最高に私の口には合ってるんですよ。結構他の今までのやつ口紅だと太くて筆がいるなって感じなんですけど、これジバンシーのやつだと本当に筆がいらないぐらいちっちゃくて塗りやすいし、
はみ出ないし、でもう妹と言ってたんですけど、今多分このサイズ感が、その、さっきのオペラでも、このサイズが出てるので、多分オペラで一回試すのもありかなと思うんですけど、この細さほんと可愛くないですか？で、これ欲しいなと思ってたらちょうどね、友達が、これを購入してくださったのでプレゼントでいただいたんですけど、今これのね赤とかがとっても妹気になるねって言って話してました。はい、こんな感じでちょっとピンク系ですね。ほんとラメも入ってるので、場所に角度によってキラキラしたりするので、これはずっと安定に可愛いなという感じの色になります。はい、ということで結構いっぱい紹介してきました。どうだったでしょうか。他はね、こんなのとかもあるんですよ。すごくないですかこれ色。これは、私の好きなトム・フォードのルミエールリップっていうオーロラ、これもいただいたんですけど、ほんとこれも紫で、ほんとに透明のちょっとだけピンクの色が出るので、紫に見えて、つけたらピンクっぽい。だから、まあこういうぐらいがキスするときは最高ですね、一番多分。こういう薄め。多分これが一番いいと思って決まっちゃった、キスするとき。はい。こちらのウォーターリップステインっていう。ちょっとね、あのグラデが流行った時にこれを先端に塗ってとか広める感じも可愛いです。はい、まあいっぱいあっても困っちゃう。困ります。はい、キスの時にどれをつけていくか、どれが一番つけてきてほしいっていうのありましたでしょうか。はい、今年もキスがたくさんできるように唇のケアを、はい、怠らないように気をつけて、カサカサにならないように気をつけたいと思います。ということで今回はキスしたくなるような口紅を紹介しました。はい、最近流行りの口紅を紹介しました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。